ックケースケとシャルダーよはーい。そしてせーの、ウィアティンフォーエイトのアメリカタロウゴズ MCN アバということで、フォーエイトとビラお泊まり企画後編でやりますよいしょよいしょここからは超簡単な後編になります。そんな長尺取りません。ありがとうございます。ビラ全編見てない方は概要欄から全編から見てください。お願いします。ということで、ただいまフォーエイトの動画含め3本撮影が終えた状態でございます。楽しみだ、はい、いやいやで、なんと夕方の3時にチェックインして、はい、3本撮り終えた時間がただいま夜中の1時59分です。マジ2時。明日チェックアウトが10時。10時。10時に完全撤退。明日の起床時間8時にさせてもらいます。なんでなんですか。いいですか。もう今すぐ出ない。っていうのもですね、とある企画をやりたくて、今回一番遅く起きたやつプールに投げ込ませていただきます。もういいって。1人です。別にこれ1人じゃなくてもいい。ビリガってことですよね。ビリガとかモヤモヤかくれんぼみたいに。うわーやばい、楽しい。それエンちゃんがプール入れないから、エンちゃんに何番と何番を指定してもらって。うわめっちゃ怖いわ。だって起きたとしてもその番号に決められたかもしれない。そういうことか。で、私監視に行きましょうか。早く起きて、みんな見に行きましょうか。じゃあ急遽変更、もやもや寝起きプール。じゃあ改めてルール説明します。お願いします。まず今からエンちゃんに順位を2つ設定してもらいます。で、僕たちエンちゃん以外は8時から9時の間に目覚まし好きな時間に設定してください。なるほど、なるほど。で、起きた人からこのホールに集合してください。そこでエンちゃんが指定した順位で起きてしまった人2名がプールに強制ドボン。ガチで仮に8時に目覚まし設定してて2人がいた場合、先にこのホールに着いた人が1着。じゃあこっからはエンちゃん以外下向いてもらって指で視聴者さんにだけ番号を。前に行きます。はい、ではまず1つ目の順位を発表してください。なるほどね。こちらでございます。では2つ目の順位を発表してください。9位はないやろ。やっぱ最後の方やな。では、エンちゃんはその数字は絶対覚えておいてください。なるほどね。ガチコ出たろってやつ。ガチコ、ダメ。メメシは大丈夫。何や、プール大丈夫。プールは自分から飛び込んでやって大丈夫。自分から飛び込んで大丈夫です。いいの。じゃあ女子の場合はもうゆっくりこう、はい、ゆっくり入る。で、男はもう全員で。男は犬なしで。男は犬なしで。なんで、もう好きな時間に寝てください、ここからは。好きな時間に寝て、好きな時間に8時から9時の間に起きてください。私は8時前にここに帰ってしまいます。はい、では今日は解散。お願いします。もうエンちゃんが決めていいんじゃないですか。多分マジで全員と思うんだよ。ちなみにただいまの時刻8時17分です。絶対これあいつら何時だっけだと思う。もう絶対これ4時の時点ではまだ起きとったから、5時から9時ぐらいに。エスコだけで来てくれもう1人ぐらいの、
なんかうるさいなってずっとアラーム鳴っとってさ、俺のアラームじゃなかったんや、うん、爆睡してるあまりざおって、一向に起きへんねん。もうこいつほんまに起きろと思って、うん、俺がアラーム鳴っとほんで俺が起きた。え、ってことはエスポメンバー誰も、そうです、どうしてやっぱこうやってマジ、何でも来てない。あの33分で今誰も来てないので、トールくんが来た。おったー、おー、5人です。5人目、え、誰1番ヘムシです。4番、火の4番って言われた。いや、もうやめてくださいよ、ほんまに。いや、もうすんの4番。え、誰が来た。あっ、あ、デンゴリラ。お化け来た。これはもう9時を超えた場合は強制とか、はい、あ、それもう言ってます10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。9時でーす。3度も9時でーす。じゃあちょっと応募しに行きますか。行きましょう。カメラ持って。よいしょ。カメラこたつからお願いします。おはようございます。おはようございます。寝坊でーす。寝坊でーす。ガチ山ハンくん、島袋、寝坊とみなします。強制プールー。寝てる。起こしてください。悪い知らせがあります。悪い知らせ。どういくの？おはよう。おはようございます。ダーリーチャンネルだよ。これは一応僕がね提案したんですけども、その前にエン様が提案されてました。はい、あ、おはよう。おはよう。先に早くしてくれてありがとう。俺らと仮にこれが10番11番をエンちゃんが選んでた場合、俺らは完全セーフです。じゃあもうでも9011選ばれたら俺は免れる。一旦あっちに戻りましょう。じゃあ全員リビング集合でということで結果発表。いや、拍手じゃねえよな。改めまして皆さん、おはようございます。おはようございます。ここからは、エン様に抜けてもいい番号を順番に発表していってもらいます。残ったら、プールにドボンということですね。では、番号発表お願いします。じゃあ、まず、10話内です。うわぁ、10話内マジかよ。10おらんもんな、もう10おらんかったもん。そして、はい、8番、なしです。ヒロト君は落ちる顔やん。ガチだってえよ。ヒロト君落ちる顔やん。そして3番ないです。おー、よっしゃー。やばいやばい、そう、クラシックされてる。この方式マジで嫌。ほんまにやないよ。嬉しい。それだけでも確率エグいですよ。1番ないです。その言い方めっちゃ2番ありそうやねんけど。2番ありそうやな。なんか怖いわ。ほんまにほんまにやばい。6番ないです。やっばーはい、ドールドール、まずい。それでは次行きます。ガチ嬉しい。9番ないです。やっばー。ちなみに違う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 、コラボ相手ですから、もちろん7番ないです。よっしゃー。めっちゃ怖い。やばいやん。どうか5か2、4、5。いや絶対もうエンちゃん YouTube 分かってるから、俺とこたつくん残してんのよ。まあ行きました。もう次で呼んでくれ、頼む。2番ないです。
あと4度も？もうかぶったのじゃん。違うよ。4、5、11がの。あ、じゃあもうどっちか。どっちか。確定やん。4か5。1人切ったらもう。いや、絶対11やん。11とやろう。では、ラストの発表になります。これ呼ばれた方が抜けるってことですか？そういうことです。私が選んでない数字は。5番です。よし、来たさあ！ってことは？私が選んだのは4と11、11はさすがに一番最後やったからっていうので、4番はちょうど中途半端な位置やから。しゅー！反対予測もないし。なんかこたつそんな順位の起きたらあかんねや。寝坊はあかんわ。寝坊するやつが言うなよ。寝坊と一緒やねんて、こたつ。じゃあ、行きましょうか。いや、そのことも重いっすわ。寝坊と一緒やからな。めっちゃ言うてくるねんけど、この人。さあ、ということで、こちらには極寒のプールがございます。いや、あのね、もうキンキンなんてレベルじゃないよ。じゃあ、誰から行きますか。我こそは最初行きたいっていう方。はいはい、じゃあ行きましょう。まずは、ハン君の制裁です。ちょっと待って、ハン君、行こう。オッケー、行くぞ。はい、届いちゃいそう。じゃあ、ホワイト側のバーベキューは60秒だったんですけど、僕たちはこの階段までは行ってください。はい、わかりました。よし、先端行こう。ではお願いします。背中つけたくない。うわ、すごい。いやー、これちょっと上げなあかんな。行くで。はい、どうぞ。ありがとう。せーの、1、2、の。ありがとう、ハン君。さよなら、さよなら、さよなら。冷たい。やばい、進まない。やばい。じゃあ続いて、もっちゃん抜いてるし、もっちゃん行かせてあげる。あれ行きましょう。もっちゃん誰が持てんの。あ、だから4人で持ってほしい。マジで冷たいんやろな。ハンク声出てへんかったもん。しかもなんかもうパターンもなくなってくるし、最後。うわぁ、マジで重いからね。話す、俺のもん抜くよ。うわぁ、やだぁ、こもがしい。では頭を思い出すね。ではお願いします。行こうか。はい、行ってください。さあ、残りは2人です。俺らも鬼やな。まあでもこれこたつが最後やろ。 OK っす。自分で飛び込みたい。しっかり綺麗な飛び込みで行くから。じゃあ自分で行ってもらう。じゃああっち行く。あっち行くから許すよ。いいよ、じゃああっちから。あーでも今綺麗やわ、海バックに。おー、かっこいい、かっこいい。ウォーターボーイズや。ウォーターボーイズやつは重い。ではガチ山お願いします。あ、海を見る男の背中や。行くぜ。はい、絶対勝った。3、2、1。待って、パンツが抜けた。うわ、じゃあラスト、ホワイトリーダー。ゲーム的にはこれが正解やな。これが正解。あの人は遅刻やから。そうや。あの、僕たちも活動再開したし、気合い入れないといけない。おお、ちょっとそれを見てもらいましょう。はい、ちょうどええタイミングで。いや、太陽が、うわぁ、照らせるや。あったかいんちゃう。ただ水温は変わらないです。ほんまに寒いから、寒いから、ほんまに寒いから、寒いから。では皆さん、概要欄に48のリンク貼ってあるので、コラボ動画よろしくお願いします。ダカード貼ってます。はい、コラボ動画。やだ、コラボ動画皆さんチェックしてね。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと待って、最後いいっすか。はい、エスコさん、最高の一泊二日、本当にありがとうございました。イエーイ。やばい。エスポアールさん、コラボありがとうございました。
じゃあ俺らはあったかいご飯でも食べよう。時代を変えるために今アクションやげよう。1,2,3,4,5 動画再生数急上昇。難問ばかりの男女みたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。 S4R のインパクト。